ここが第一の事件の現場ですかね、うん、はい、これどこ、これ会社のまた近くなんです。会社の結構近くです。これどこって言う。ここ会社の近く、会社、あ、近く、まあ、一駅ぐらいですね。え、どこ、旧社区の方が近いかな。市民公園前じゃない、市役所前、市役所前の方が近いですね。ああ、あの小学校が、ああはいはいはい、あそこですね。って言っても誰もわからんね。鏡原市に住んでる、うん、本当に一部の方はわかるかなって感じですね。そうだね。っていうので、まあ素材が足りなくなったらすぐ取りに行けるっていうところもね、はい、はい、事件を舞台にしたメリットでした。そうですね。はい、なんで、そうそう、だから背景めちゃくちゃ多いんやね今回。たくさんありますね。何点ぐらい入ってます？新流行り紙1と比べて何倍？4倍以上あります。4倍以上、だから事件にしたおかげで背景が4倍になった、はい、うん、なんてこと言ってる間に CB ロジックの、はい、おなじみのやつですね。そうですね。じゃあ高須くん紹介してあげてください。はい、もうこれは流行り紙初代からあるおなじみのシステムで、今までいっぱいたくさん緑色のエフェクトで取得してきたキーワードを使って、まあ、人物相関図をに、まあ、当てはまるキーワードを埋めていって人物相関図を完成させるっていったシステムです。これがまあ各は科学ルート、オカルトルートそれぞれで終盤にまあ答え合わせがあるんで、まあ、それをまあ最後にいっぺんに作ってもいいし、まあ、プレイしながらキーワード取得するたびにどんどんまあ整理していって作っていくってことも可能です、まあ、最終的に全部正解するようにっていうのが目的ですね。おすすめとしてはどうなのかな、やりながらがいい。私はもう最後にいっぺんにやっちゃうタイプなんですけども、うん、俺も実はそっちタイプだな。僕もそうですね。それでいいじゃん。いやでもなんかちょっとずつ埋めていくっていうのは、まあ、そういう人も、はい、いるはずなんで、まあね、はい、ちょっと試しに入れてみましょうか、はいはい、ではまず私、さきちゃん。私は疫病神だ、私は死神だ、私は病原菌だ、うん、ひどいやつだわ。この上3つすごいですね。病原菌。すげえな、とりあえず病原菌にしとこうか、はい、そうです。とりあえずしとこうか。さっきセナになんか触られそうになって、セナがなんか手をすごい引っ込めて、そこのキーワード拾っちゃったんだ。さきが私は病原菌かって突っ込んで、そこのキーワード、その突っ込みや、自分で突っ込んでそれがキーワードになっちゃったってやつ、ね、セナはヤンキーポスト67名な。67名な。これお話によって拾えるキーワードが変わったり、変わったりもしますね。これ67名からやっぱり結局最終的なところに選ぶしかないって話になるよね。ホストホストホスト。この捜査一課も6でもねえなこれ。病原菌ヤンキー。病原菌ヤンキーホスト。全然 G 権守ってくれねえぞこの捜査一課。いやもうこれ絶対全部罰ですよ。はい、本部長。これもすげえな。不明の幽霊を対コンピューター正体不明。G 権終わっとるなこれ。今年ですね、しゃきましょう。まともな答えだね、比較的。でこの矢印の間にあるのは、まあ、セナと私、さっきの関係ですね、うん、これ今の段階では相棒ではないんだよね。まず厳密にはそうです。だまださっきも相棒は私なんかいらないみたいな、そうです、ね、私なんかに相棒はふさわしくないみたいな、いらないみたいなこと言ってるから、これも多分今の段階で正解ではないんだよね、まあ、とりあえず相棒にしておきます。いや、やめます。絶対復習しない。いや、他よし、なんかいまいちですよ、先輩。とりあえず復習しとこうか。復習しておきます。そのとりあえずいきます。はい、はい、ではとりあえずこんな感じ。とりあえずこんな感じ。新しいキーワードが見つかったら埋めていけば、はい、はい、そうですね。ヒキガエルを生のまま食べてた。公衆電話から。公衆電話です。
公衆電話で鳴るこう音って俺聞いたことねえんだけど。そうです、これ実はちゃんと調べたんです。お調べたんです。すごい、そんな音が鳴るんですね。こういう感じの音にしてってちょっと効果音担当者に修正させました。こういう音が鳴るんだ。そうみたいですね。どういう時になるのこれ。どういう時なんでしょう。まあ、でも公衆電話にはやっぱりそれぞれ番号を振り分けられていって、それをダイヤルすれば流れるんじゃないですかね。うん、見たことないですけど たまにね、ドラマとかそういうので、ね、なったりとかしてるけど、はい、まさにこういうシーンですよね。そうそう、うん、あ、こういう音もなるんですね。ためになるね。勉強になります。入り紙2、ためになるゲームでした。はい、今あれだね、雨降ってます。本部長からの電話だね。はい、公衆電話にかけてください。はい、本部長からの電話でした。すごいです、さすが。なんかここにいるって分かってかけてきてるってことですよね。そうそうそう、うん、まあ怪しいよね、普通に考えて。怪しいですね。怪しいよね。そうだよね。おもちゃ結構弱腰だね。どうしたら信じてもらえるだろうな。ブラインドマン事件って言ってるのがね、新流行り紙1の時の事件ですね。そうですね。はい、そうです。その説明をちょっと知っていただけますかね。はい、じゃあ高須ディレクターお願いします。ブラインドマン事件の概要。ブラインドマン事件、はい、まあ、前作の新流行り紙で詐欺が関わった事件でひどい目にあった。ひどい目にあったっていう、もう。S 県。そうですね。S 県 C 村にいた。この S 県 C 村は何イメージあるの？これまあ一応あるんです。伏せ、ずっと伏せてはいるんですけど。あ、そうなの。ただ実在はしてないです。あ、してないんだ。はい、そこはちょっとやめておきました。S やったら滋賀県とか。静岡。佐賀、佐賀県。埼玉。いっぱいあるよね。はい。やっぱりね、C 村まであると、C、内容的にちょっと良くないなってこの前作のやつは。あ、そうなんだ。エグすぎるってこと、ひどくすぎるってこと、うん、ひどいことが起こりすぎるってことか。ブラインドマン事件のことを聞いて、あれね、命の恩人の名前を、うん、あの本部長を試しとるんだね。まあ、そうですね。うん、まあ、前作をプレイしてる方ならここは分かるところになって、あれだね、あの人だね、そうですね、っていう、はい、このゲームはあの新入り組1をクリアしてたりとかお話知らなくてもあの遊べるような内容にあのなってますんで、あの知ってる人は知ってたで、なんかああ時のっていうのがあるんですけども、全くこう触ったことがなかったも2からでも遊んでいただけるゲームになってますんで、はい、ご安心ください。はいはい、まあ、1からプレイされた方は、うん、先が成長してっていうところも楽しめるんじゃないかなと思います。そうですね。雨降ってきて、ね、傘差してますけどね、はい、こういうちょっと傘も出したりとかね。あと今回衣装チェンジがあるんだよね。そうなんです、うん、そう、そこちょっとこだわりポイントね、はい、うん、確かにいつも同じ服っていうのはそれはそれで変ですから、ね、そう、それすごく納得いかなくてさ、ゲームでアニメで、うんうん、ありますよ、なんでずっと一緒の服やねん。着替えるやろ。あの少女漫画ってね、すごいちゃんと着替えるんやわ。ああ、確かにそうかもしれないですね。でもキャラクターがわからんくなったりとかせえへんや。確かに。なんかキャラの書き分けとかがしっかりできてるから、うん、あの分かるようになっとんだよね。うん、ゲームなんでやらへんねんっていう話で、やってってお願いしたらやってくれた。何パターンか
服装のバリエーションによって、そうですね、毎回着替えるよね、着替えますね、うん、ちゃんと 日をまたいだら、そうだね、うん、そこも結構細かいとこなんだけど、やっぱ大事なポイントなんじゃないかなって思ってます。僕このセナ君のサスペンダー好きですよ。ああ、コスプレしやすいかも。なんでスーツじゃないですか。コスプレも何でもリーゼントにしてスーツ着ればこれになれますよ。そうだからみんなコスプレしようし今回もみんなスーツなんでコスプレしやすい。スーツかっこいいよね、うん、みんなそのスーツの着こなし方もね、違うんだよね、キャラクターのとか。なるほど、そうなんですね。こうセナ君はこうサスペンダーつけたりとかで、他のキャラクターとかの特徴に合わせてこう着こなしが変わってるみたいな感じなんで。あの課長はどういう意味なんですか。あれはどうでもいい。あれイケてない感じ。あれどうでもいい。これ地元のあれですね、あのイタリアンのお店です。所長が通ってるとこですか。あのね、そう、俺とね会長がね、ずっと通ってる、今も通ってるけど、昔ね、ここは会社がね歩いて来れる場所にあったんだわ。ちょっと引っ越してからだいぶちょっと遠くなったんで歩いてはもう行けないんだけれども、昔は歩いて行ける距離にあったんで、こうよく歩いてきてた。ここに鏡原のクチーナシエナっていうイタリアンです。めっちゃ美味しい、おすすめです。イタリアンなんですね。イタリアンです。今ケイちゃん定食頼みます。あ、ケイちゃん定食来ましたね。ここからはセナ君のご利用しが始まりますね。セナ君も今回食べるシーンがね結構ほぼ毎話ぐらいの感じであったりするんだけれども、その都度セナ君がサキちゃんに対してこう G 県のとかね、東海県のこう食べ物を、サキちゃんの好みも聞かずにご利用するとそうです、ね、いう展開。ケイ、ちゃんっていう食べ物で、だいたい飛騨高山とかね、あっちの奥飛騨の方の名物料理なんですけれども、鶏肉と、あとまあ基本的に味噌味とかね、最近塩味のやつとかもあるみたいだけども、おすすめは味噌味です。で、味噌ベースのタレと、鶏肉で、キャベツと炒めるケースが多いね。そうですね。これも実際食べてきて撮ってきた写真です。あ、いいね。うまいよね。美味しいです。これご飯にも合うし、ビールにも合う、ね。そうなんですよ。取材に行くのちょっと飲んじゃった。飲んじゃったっす。飲んじゃった。いいっすね。まず入り紙とかでね、なんか実況とかなんかそういうのがこう。番組でやることがあったら、こういうのも実際作って食べるみたいなシーンとかもコーナーもあるといいかもしれないね。考えてきます、でもあれですよね、社長の書かれるシナリオってなんか食べるシーン多いですよね。食べるの好きなんだわ。もう外せないんですね、何かしら。食べるのはね大好き。なんかやっぱりなんか食べるのもエンターテインメントだと思うんだよね、食べ物とかっていうのもね。お、そうなんですね。やっぱ人を楽しませるっていうもんじゃん。まあ、確かに、栄養だけでいいんだったら別にね、他にいろいろあるけども、そうじゃないよねっていうのがあるんで、まあ、せっかくならちょっと岐阜の郷土料理とかね、はい、名物をどんどん紹介しちゃいましょうっていう。実はイタリアンの店なんでね、本当はケイちゃん出てこないです、これ。確かにそれ行かないとあれです、はい、ここの店来てもケイちゃん食べれない。でこれ今あれですね、食事終わった後に、一つ目の事件の聞き込みをした
後のこう情報を共有してるシーンですね、はいはい、ちゃんと仕事もしてるってことです。そうね。いや基本的にちゃんと仕事はしてるから、うん、俺たちが今いらんことをいろいろ言ってるだけで、うん、ひどいね、こうちっちゃい子死んだのにね、うん、厄介者扱いみたいな、よっぽど悪かったっていう、そんな小学生いるのかって話だけどね、まあ、これ実はちょっと後でね分かる話ですけども、どういう事情かっていうのは後半に続く、はい、セナ君ドライビングテクニックが素晴らしいっていうね設定で、まあセナって名前ですから ね、なぜセナなのか、まあこう10代の人とかも分かんないかもしれないけどっていう、お父さんに聞いてみよう、うん、お父さんに聞いてみようって、まあ、その辺のくだりもちょっと4話ぐらいに出てきますね。4話出てきます。4話出てきますね。お楽しみ、はい、お楽しみ。俗だった頃ってやっぱそうなんです。笑いながら笑えない告白をするって、まあやっぱりですよね。もうこういう小学生時代が実はありがちな、ある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 です。あるある。そう、あるあるなんだけど、まあ、セナ君が抱えてるのはこの、まあ、ほんのごく一部っていうところなのでね、まだまだ実は、うん、秘めたものがあったりするんですね。高速のセナかっこいい。かっこいいですか。俗っぽいっちゃ俗っぽいですよね。間違っても違う。男女の中ではない。間違っても。世界最速の男の生まれ変わりって言ってますですね。ということで瀬名君はとても運転が上手です、うん、はい、特技を聞かれました。瀬名君もうひどいね。社長のシナリオに出てくるやつみんな失礼です。そっか、俺が失礼かな人間だからそうは言わないですけど。そうですよね、ここは譲れませんよね、はい、先輩ですかね。そうですね、年上ですからね。そう、ライアーズアートっていうのがね、あの新早髪シリーズからの新システムですね、はいはい、これじゃあ説明お願いします。これライアーズアートまだ始まってない。もう申し訳ないですか。これ前振り、前振りでした。前振り、前振り で実際始まって何が変わったかっていう感じでいきましょう。ライアーズアートっていう、あの直訳すると嘘の芸術なんですけれども、これ新流行り紙から入ったシステムで、さっきが、まあ、嘘が得意っていうところがあって、その嘘を使って相手に揺さぶりをかけたりして、情報を引き出したり、まあ、こっちの、まあ、何ですかね、誘導したり、うん、っていうシステムで、まあ、選択肢がある中で、こう次に先が話すセリフの一部が、まあ、表示されるんですけれども、それを瞬時に判断して選んで、うん、まあ、実際に相手にその言葉を投げかけるっていうシステムです。これ揺さぶりだよね、はい、うん、でブラインドマン事件の時にはうまくこう使いこなせなかった、そうですね、けれども
その後はこう勉強して、ね、知識はしっかり磨いて、はい、それこれここはあの前作ではライアスアートでさっき自身言ってなかったはずなんですよね。あ、そうなんだ。そうそう、これ最初にお話ししましたけど、あ、そうか、あ、開発の時にそうか今回もう普通に言ってるんですよね、ライアスアートって。その方がかっこいいもんだって。必殺技っぽくしたかったって。そうな、はい、っていうのを聞いて、じゃあもうそうしようって必殺技。確かにそうですね。そうそう、シングルエアとか言ってた。で、ライアーズアート始まる前にこうやって、はい、ちゃんと合図が出ます。音楽も変わった。はい、音楽も変わってます。はい、じゃあ、チュートレールがまたですね、はい、親切設計です嘘を巧みに操ります。このキーとなる言葉っていうのがまたこれ前作からの改善点で、うん、まあ、割となかなか予想がつきづらいっていう意見を結構頂戴してましたので、うん、そこもしっかり反映させて改善してますし、うん、あと制限時間ですね、うん、ちょっとたっぷりめ、だいぶたっぷりめだと思います。あの緑の真ん中のやつが、ね、そうです、真ん中のゲージがまでにっていうやつですね、うん、はい、そうです、だいぶ長くなります。円形のゲージですね。コンプレックス選んだ。はい、なんで一番上にあったから考えるよ、考えるよ。でも効果があったみたいです。背中は分かりやすいんですぐ動揺させそうですね、はい、この左側のライアーズメーターもちょっと変わったんだよね。そうですね、メーターが今上がったので良かったっていうっていうことね。そうです、前回からも変わってんだよねこれ。はい、全部針でしたね。前回は針で信用されたか信用されてないかっていう判断基準だったよ ね、まあ、前回は。それがもうちょっとこう分かりやすくシンプルなゲージになったと、はい、これでライアーズアートは結構遊びやすくなったんじゃないですか、そういう感じでね。で、結構前のライアーズアートってこうなんだろう、こう淡白な部分があったよね、はい、こうそこを結構会話劇として長く持たせるように今回してますね、はい、ライアーズアートの中にも仮Gポイントを使う選択肢が今みたいにね、はい、はい、あります。こういうやり取りをちょっと長めに今回しっかり持たしてることで、こうライアーズアートをこうなんだろう、やってる感というか納得感みたいなものっていうのをしっかり出していけるようにっていうのはちょっと意識しています。セナ君だんだん追い詰められてきました。すごい質問だよ、女に責められたことあるめっちゃ動揺してますよめっちゃビビっとる。ちなみにこれ運転中なんだけどねあと4択目がありますね、今回変わったところとして。これ何も選ばなかった時と同じ反応になります。とりあえずそうしてみます。一回、はい、選ばなかった点点点の効果と一番下のやつと一緒ってことね、はい、してる。無言の圧力です。無言の圧力がかかったのか。まあでも、まあ、ゲージは動かなかったね、まあ、ゲージ動かないっていう場合もあります、ね、動く時もあるんだよね。動く時と動かない時もあります。下がる時もあれば、はい、上がる時もあるんだよ ね、 そうですね。効果的に使う必要があるんだよね。
だいぶもう動揺してますね、セナ君。運転中にね、そんなに動揺させて危険ですよね。結構すごい話してますよね。出会いのシーンちょっと遡るんですね。今までのその話からも推測して選択肢選ぶとよりいいかっていう感じですね。そうですね。さきちゃんも追い込みますね。回復しました。これメーターによって仮時ポイントの回復量が変わってきます。2つも回復しちゃいましたね。セナ君は今までだいぶ騙されてきたんですね。